敵の超巨大兵器により隣接するデザン拠点が電撃制圧されました。この兵器は進行速度こそ非常に遅いものの圧倒的な射程距離を有する、ニュートロンポリマー砲を搭載した陸上戦艦です。ここが有効射程距離内に入るのはいつ頃だ？デザン拠点のデータを考慮するとおよそ8時間後です。さらに光学兵器は全て無効、また強力な対空兵器も実装されています。最悪ね。ただそうなると残された手段は機動力に優れた地層兵しか。そりゃそれしかないけど、そんなデカ物を止めるほどの火力私たちにはないよね。その通りだ。あの巨体を完全に破壊するのは難しい。そこで今回は戦闘艦を打破するのが目的だ。まずはあの巨体が大きく動きにくい渓谷に誘い込み、無限のエンジンを破壊する。そう簡単に懐に潜り込めるかな？もちろん、ただではやらせてくれ。そのためには餌が必要となる。ユーリとキッドは左舷側でおとりとなり、敵の砲撃を誘い出せ。やっぱり餌か。やっぱり餌だ。死角から俺が懐に入り、エンジンを一気破壊する。対象の速度が下がったら、二人も一気に懐に潜り込む。本体に取り付いたら、メインエンジンとニュートロンポリマー砲を破壊しろ。そうなれば、奴は逃げるための推進力と進行する理由を両方失う。ここまでを電撃的に行うことで、奴らの戦意を奪うことも期待できる。そうなれば、我々の勧告に従うしかなくなるさ。隊長、そんなにうまくいきますか？だが8時間後には、ここが火の海になる。他の作戦が思いつかない限り、これで行くしかないだろう。やりましょう。そうね、やることやってから後悔か。では、出撃準備を整えるぞ。決定ボタンをスイッチしろ。敵が来るぞ。回避に集中しろ。対象のエンジン出力減少。よし、全機突入。
戦闘艦のエンジン出力が減少、速度が 30% 近く低下しています。艦長に次ぐ機関の心臓部は我々が制圧した。我々はこれ以上の戦闘を望まない。クルーの安全は無論だ。全員等しく条約のも分かりました。艦長、この卑劣な敵の誰ごとに屈する日我々に。お前はそれに艦長、同胞に次ぐ。残念ながらこの艦しかも卑劣なる敵一方的に銃撃砲火はできない。いいか、今からこの艦は皆もこの艦に命を捧げろ。そしてクソ犬どもに次ぐ、オーバードライブしたニュートロンエネルギーをベルウッド基地にぶち込む。さて、ニュートロンエネルギーのオーバードライブは国際条約違反だぞ。それがどうした。ならばこいつのエンジンブロックを。そう、有利、攻撃はボディに集中しろ。よかろう。軌道を変えてやる。ニュートロン臨界点を突破しました。全機撤退してください。全機撤退してください。
と一匹の毒に現れる。この借りは必ず返してやる。貴様、逃げる気か。おっと、さーて、敵戦闘艦はわずかに拠点への軌道とベリュート基地の東20マイル地点で、パウンド3は同ポイントにて破損。パウンドリーダーの反応はありません。嘘でしょ。隊長。うわあ